にちは、ヨガ講師のめぐみです。今日はヒットトレーニングの要素を盛り込んだパワフルなヨガフローをお届けします。夏に向けて全身を絞りたい方、ボディメイクをしたい方にぴったりの内容となっているので、ぜひ私と一緒に挑戦していきましょう。それではまずウォーミングアップ、膝を外に開いて足裏を合わせて座っていきましょう。かかとを少し体の方に近づけて、両手でチョキを作ったら足の親指を引っ掛けていきます。ここから吸う息で体を前に反らせて胸を引き上げて、吐いて背中を丸めて視線をへその方を見ていきます。吸う息で骨盤前、胸を引き上げて視線が上、吐いて丸めていく。何度かご自分のペースで続けていきましょう。骨盤や背骨柔らかく使いながら、股関節も動きを良くしていくイメージ。あともうワンセット。吸う息で骨盤前、胸が上、吐いて背中を丸めて顎が胸に近づきます。一度真ん中に戻ったら吸う息で背骨長く、吐いて骨盤ごと前に倒れていきましょう。両手を前に歩かせて指先カップハンズ、なるべく背中丸まらないように胸を前に押し出すイメージで、両膝を重く、そしたらゆっくり起き上がって四つん這いになっていきましょう。両手が肩幅、両膝腰幅。じゃさっきのキャット&カウの動きをもう一度、ちょっと背骨の動きは同じです。足指を立てて、このポジションから吸う息で体を反らせて胸が上、吐いてチャイルドポーズ、背中を丸めながらお尻がかかとの方、吸ってカウ、体を反らせて、吐いてチャイルドポーズ。何度か自分のペースで続けます。もう一つダイナミックな動きのイメージで、体を反らせたり丸めたり、呼吸に合わせて、まずウォーミングアップです。あともうワンセット。吸う息で体を反らせて、手の指しっかり開く、吐いてチャイルドポーズ。そしたら両手を前に歩かして、手の指を大きく開いて、お尻を持ち上げて1回ダウンドッグのポジション、両足腰幅、つま先平行です。軽く足踏みをしながら足の裏側、こうつま先ほぐしていきましょう。ここから少しずつパワフルな動きに入っていきます。じゃあダウンドッグのポジションから吸う息で体重前に移動してプランク、ちょうど肩が手首の上に乗ってきます。鼻から吸って右の足を浮かせて、吐いておでこと右膝近づけて背中を丸めます。吸って右足蹴って視線前、吐いてお腹縮めていく。あと3セット。吸ってアップ、吐いて丸めて、吸ってアップ、そう肩は安定させて、吐いて丸めて、ラスト吸ってアップ、吐いてぐーっと丸めていく。一回プランクに戻ったら膝をついて胸顎マット、一回うつ伏せのポジションになって両足揃えます。左手を横に伸ばして右手胸の横、体をゴロンと右に向けて、右膝曲げて足裏がこう大地触れていきましょう。軽く肩の前面ストレッチしていくイメージで、乱れた呼吸を整えるように。じゃあ真ん中に戻って一回うつ伏せ、反対側です。右手を横に開いて左手胸の横、体をゴロンと左に向けて、左膝曲げて足裏がマット、吸う息で肋骨広がって、ゆったり吐いて、
ちょっとねアクティブな動きと少しリラックスな動きを組み合わせて、またちょっと次にパワフルに動く準備をしていきます。 OK、 そしたら真ん中戻って1回チャイルドポーズ。お尻がかかとの上、お尻持ち上げてダウンドッグに戻ります。両手両足均等にマットを感じて、じゃあ反対側です。吸う息でプランク、肩が手首の上。じゃあ呼吸に合わせて動きます。吸って左足持ち上げて、吐いておでこと左膝近づけます。吸ってアップ、吐いて丸めて、あと3回吸ってアップ、吐いて小右足も頑張ります。吸って吐いて、ラスト1回吸って、背骨前に長く吐いて。プランクに戻ったらもう一回うつ伏せになっていきましょう。両手を体側に伸ばして両足腰幅、両手を背中で組んだら肩甲骨寄せながら拳を後ろに引っ張って胸を持ち上げていきます。肩甲骨寄せ合いながら胸肩広く、足の甲を強くマットす、吐いて降りていきます。両手をほどいて軽くお尻ブラブラと揺らして、反対側に入っていきます。もう一回両手を組んだらさっきと逆の指の組み方、吸って、もう一回腕を持ち上げて、今度は足も持ち上げて背中をキュッと縮めていく、両手両足後ろに引っ張って、そう、呼吸を体の前面に広げていきます。 OK、 ふわっと降りていきましょう。お尻ブラブラと揺らして、オッケー。そしたら両手胸の横について1回チャイルドポーズ。お尻を引いて腰や背中大きくストレッチ、お尻持ち上げてダウンドッグに戻っていきましょう。吸う息でプランク。じゃあここから今度はこう棒、ランニングプランクに入っていきます。30秒間やっていきましょう。 Let's startしっかりこう膝を胸に近づけるイメージで、もうこの場で走ります。そう、パワフルになるべく両手安定させて、5 4 3 2 1 OK、 お尻持ち上げてダウンドッグ。吸う息で右足大きく振り上げます。吐いて膝を曲げて右腕の下から空を見ていく、なるべく肩の高さ変わらないように。 OK、 ここから右の足をこうマットのちょうど半分のあたり、少し右手の外あたりに置いていきます。ここから体をくるっと右に向けて右手頭の方に伸ばしていく、大きくサイドストレッチ。ここからお尻を下ろして右手を後ろに伸ばして、今度は左の体側に伸びが入っていきます。吸ってお尻持ち上げて、もう一回右手顔の横、吐いて降りていく。もう一回吸ってアップ、お尻グッと持ち上げて、吐いて降りて、ラスト1回吸ってアップ、吐いて降りて。OK、 視線下を見て両手マット、1回チャイルドポーズ。お尻持ち上げてダウンドッグ。 OK、 そしたら重心前に移動してプランク、もう一度ランニングプランクです。レディーゴー。しっかりこう膝を高く上げて、かなりね腕が私もしんどいですけど頑張りましょう。そう、もう体に集中する、今に集中する。 OK、 5 more seconds。 OK、 お尻持ち上げてダウンドッグ。ちょっと一回手ブラブラっとしてもいいですよ。ちょっと片手のダウンドッグになってブラブラってしてもいい。
じゃあ吸って左足を大きく振り上げます。吐いて膝を曲げて左腕の下から空見ていく。そしたら今度左足をこうマットの真ん中あたりに踏み込んで、体をくるっと左に向けて左手頭の方に伸ばしていく。吐いてお尻を沈めてサイドストレッチ、左手後ろに伸ばして視線も後ろ、吸ってアップ、お尻グッと持ち上げて、吐いてダウン。あと2セット、吸ってアップ、お尻グッと持ち上げる、吐いて、そう呼吸に合わせて、吸ってアップ、左の指先遠く、吐いて OK。 視線下を見て両手マット、一回チャイルドポーズ、お尻を引いてかかとの上、お尻持ち上げてダウンドッグに戻っていきます。軽く顎を引いて背骨を長く、脇をマットに見せるように肩をふわっと緩めて、じゃあ視線前方を見て両手の間まで歩いていきましょう。両手の間まで来たら肘と肘を抱えて前屈、膝をふわっと緩めて体をブランブランと左右に揺らしていきます。少しリラクゼーション、呼吸を整えながら両腕楽に、真ん中に戻ったら両手ふわっと解放して吸う息ロールアップで起き上がります。頭が最後に背骨の上、 OK。 そしたらもう一度こうヒットトレーニングの要素を入れていきます。今度は両手を組んでこう後頭部に添えて、ここからこう膝を持ち上げながらこう反対の膝と近づけます。こうツイストを入れていきます。これをまた30秒間やっていきましょう。レディーゴー。そう、なるべく膝を高く持ち上げて腹筋をね使います。お腹を絞って、外だと地面がデコボコなのでより安定しづらいかな。OK。 そしたらチャイルドポーズ、あ、ごめん、チアポーズ。お尻を後ろに引いて両手が顔の横、今のフェイントですね。チアポーズです。パワフルに鼻から吸って吐いて、手が体側、かかと持ち上げます。吸ってかかと下ろして、吐いてかかとアップ、もう一回吸って吐いて、この場でもう一呼吸。 OK。 チャーポーズ。このポジションから左足を後ろに引いてハイランジのポジションです。両足腰幅くらいに開いて骨盤まっすぐ、骨盤まっすぐ。じゃあ両手を胸の前に下ろして、手のひら合わせたら右にツイスト、左の肘をももの外にかけて肋骨をぐっと右に向けていきます。お腹を深く絞って、なるべく両手が胸の前に来るイメージ、真ん中戻ってハイランジ。そう、両足パワフルに、右手で左の手首つかみます。吐いて右に倒れてサイドストレッチ、左の体側を大きく開く、真ん中戻ってハイランジ。ここからさらにチャレンジです。ウォーリアー3に入ります。重心を右足に向けてから前に前傾して、両手まっすぐ伸ばしていく。左の足後ろに強く蹴ります。両手をマットに下ろしたら、余裕があれば左の膝を曲げて左の手でキャッチ、体を左に向けていく。もう一呼吸。 OK。 真ん中戻ります。手足をほどいて一回前屈、膝を曲げて手のひらマット、吸って起き上がります。両手回し上げて頭上で合掌、吐いて体側に下ろしていきます。反対側に入っていきましょう。 Again。 じゃあもう一回両手を後頭部に添えて、ここからツイスト、
と膝を高く持ち上げて反対の肘と合わせるように。かなりね、今下半身が、足がもうプルプル来てるかもしれないですけど、あと15秒。なるべく胸高く、頑張れ。3、2、1。あ、オッケー、チェアポーズ。お尻を引いて両手が顔の横、吐いて両手体側、かかと持ち上げる。吸ってかかと下ろして両手アップ、吐いてかかと上げてく。吸ってかかと下ろして両手顔の横、吐いてかかとアップ。この場でもう一呼吸、かかと下ろしてチェアポーズ。右の足を後ろに引いてハイランジです。右のかかとを後ろに蹴って前膝深く踏み込む。骨盤まっすぐ、内ももキュッと引き合わせるように、両手を胸の前で合わせて左にツイスト。右の肘を左のももにかけて肋骨を左に向けていく。お腹を太ももから引き離すように力強く、真ん中戻ってハイランジ。両手が頭上です。そしたら左手で右の手首を取って左に倒れます。サイドベンド、右の体側を大きく伸ばしていく。真ん中戻ってハイランジ。もう少し足頑張ります。ここからウォーリアー3。体重を左足に移して右足持ち上げて両手が前、そう、肩を自分の方に引き込んで首を長く、ふわっと両手をマットに下ろして体をくるっと右に向けます。右の膝を曲げて、そう、余裕があれば足の甲をキャッチして、もう一呼吸。オッケー、真ん中戻って両足マット、一回前屈、膝を曲げて手のひらマット。吸って浮き上がります。両手回し上げて頭上で合掌、吐いて体側に下ろしていきましょう。吸って頭上で合掌、吐いて前屈ダイブするように、膝を曲げて手のひらマット、吸ってルックアップ、吐いて前屈。歩くかジャンプでプランク、膝胸顎かチャトランガ、吸ってコブラかアップドッグ、吐いてダウンドッグ。一度姿勢と呼吸を整えて、じゃあ吸う息で右の足を大きく振り上げます。ここから右の膝を右手のそば、つま先を外に流して左の足を後ろに伸ばしていきましょう。左の足指を立てて骨盤正面、両手指先カップハンズにしていきます。骨盤はマットの方に沈めながら胸を高く、ここからちょっと呼吸に合わせて動いていきましょう。鼻から吸って、吐いて前に倒れて、こう腕の力を使ってこう完全には降りないように、吸って上がってきます。両手でプッシュ、吐いてスピードコントロールしながら、もう一回吸ってアップ、吐いて降りていく。OK、 このまま前屈していきましょう。左の足の甲を寝かせて前腕をついたところ、もしくは両手を重ねておでこが手の上、ここでゆったり5呼吸。右のお尻やももの外側伸びを感じながら、両肩楽、少しねリラックスパートですね。しっかり動いた後にちょっと体を休めて、そう、でもまだね終わりじゃないので気を抜かないようにゆっくり降りてきて、このまま左の足を前に持ってきて、両足腰幅、つま先正面、両手お尻の後ろにつきます。お尻を持ち上げてテーブルトップポーズ。そう、両手両足均等に床をして、大地をして、おへそ落ちないように
けゆっくり降りてボートポーズ。すねが大地と平行、両手も大地と平行。もう一呼吸。OK。そしたらすねをクロスして両手マット。一回プランク。膝胸顎かチャトランガ。吸ってブージャンガーサナかアップドッグ。吐いてダウンドッグに戻ります。OK。反対側に入っていきましょう。吸う息で左足を大きく振り上げて、ここから左の膝、左の手のそば、つま先外に流して、右足後ろに伸ばします。つま先を立てて指先カップハンズ、骨盤を沈めてぐっと胸を引き上げていく。ここから呼吸に合わせて鼻から吸って吐いて前に倒れて、こう腕の力を使ってスピードコントロールします。吸ってアップ、吐いてゆっくりダウン、吸ってアップ、吐いてダウン。このままゆっくり前屈していきましょう。右の足の甲を寝かせて、自分の楽な高さでホールドしていきます。ゆったり5呼吸。今度は左のお尻やももの外側、伸びを感じながら、両肩楽に、肘も楽に、OK。 そしたら腕の力を使ってゆっくり体を起こして、右の足くるんと前に持ってきたら、もう一度テーブルトップポーズです。両足平行、両手お尻の横に、お尻の後ろについて骨盤持ち上げていく。体の前面伸ばします。余裕があればかかと持ち上げていく。1、2、3、ゆっくりかかと下ろして、お尻マット、ボートポーズ。すねが大地と平行、両手も大地と平行。鼻から吸って吐いて体を後ろに下げていくローボート。ちょっとコントロールしながら吸ってアップ、吐いて足伸ばしながら体を下ろしていく。でも下ろしきらない。吸ってアップ、吐いて、もうなるべくまっすぐまっすぐ。もう一回吸ってアップ、吐いて、あともう一回だけやりましょう。吸ってアップ、ボート、吐いてローボート。このまま仰向けになっていきます。パタンと仰向けになったら、一度膝を立てて両足を胸に抱えて腰を伸ばしていきましょう。ゴロンゴロンと左右に揺れてもいいです。 OK。 そしたら右の足抱えたまま左の足を伸ばして、吐く息で両手で右の足、お胸の方に強く抱き寄せます。右手を大きく横に開いて、右足を左にパタンと倒していく。頭ゴロンと右に向けて、もうリラクゼーションに入っていきます。もうきついのはやりません。安心してゆったりした呼吸に整えていきましょう。ゆっくり真ん中戻って足を入れ替えていきましょう。今度は左の足を胸に抱き寄せて、右足をまっすぐ伸ばしていく。ゆったり大きな呼吸をお腹に広げます。じゃあ左の手を横に開いて、左足を右側にパタンと倒して、頭をゴロンと左に向けていく。なるべく左の肩、肩甲骨、マットから離れないところでとどめていきます。顎の力を緩めて、お顔を楽に。OK。 ゆっくり真ん中に戻って、
そしたら両足を胸に抱えて、右手で右の膝、左手で左の膝を取って、膝を左右に開いて内ももを伸ばしていきましょう。仙骨はマットに沈めたまま、ここにいてもいいですし、ハッピーベイビーに入る人は足裏を空の方に向けて、両手で足裏を取ってハッピーベイビー、膝を深く曲げて足首がちょうど膝の上に乗ってきます。足裏つかむのしんどい人はもも裏でも大丈夫。吸い切り、お腹胸広がってゆったりと吐き出して、 OK。 そしたら両足を胸に抱きかかえて、お尻で円を描くように腰をマッサージしていきましょう。切りのいいとこで反対回し、そしたら最後両足をぐっと胸に抱き寄せて、お腹薄く息を吐き切って、ふわっと手足を解放して、最後短いシャバーサナでお休みします。両手両足を投げ出して、背骨を長く、胸や肩優しく広がって、両足付け根から脱力します。まだお休みしていたい人はこのままお休みしていてください。私と一緒に起き上がってくる人は手足を小さく動かしたり、手首や足首回したり、頭を揺らしたり、体に動きを戻していきます。両手頭の方に万歳して、吸う息で手足引っ張り合うように大きく伸びて、吐いて脱力。そしたら膝を立てて、体ごと右側にゴロンと倒れて、ゆっくりと起き上がっていきましょう。起き上がったらあぐらで座っていきます。ありがとうございました。今日はヒットトレーニングの要素も盛り込んだパワフルなヨガフローをお届けしました。体作りにはこういう運動はもちろんですが、こう食事もとても大切なので、こう筋肉を作るこうタンパク質、お肉とかお魚とか大豆とか、まあ、そういうものもしっかりとって、ちょっと体をケアしてあげてください。この動画を気に入ってくださった方はぜひいいねや視聴者登録もよろしくお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。